仙台市青葉区にある川平耳鼻咽喉科クリニックです。高橋香織院長はもうじき県内でも気象病の症状が現れる人が増えてくる頃だといいます。気圧の変動や低気圧の影響で耳鳴り、めまい、頭痛などが症状の出る方の、一般的な、総称で気象病と呼ばれています。宮城県では梅雨入りする6月頃から気象病の方が増えてきます。前線や低気圧の影響で雨が降った昨日、症状が出たという人もいました。ちょうど昨日ありました。頭が重くてすごいほてった感じ、こうだるいなっていう感じがしましたね。雨の日は雨が降る前にちょっと調子悪いなみたいな感じになったりはしますね。気圧が大きく下がると体の中にある気圧のセンサー三半規管が反応し、自律神経が乱れることなどが原因で気象病の症状が出ます。こうした症状を和らげるにはマッサージが効果的だといいます。心臓からこう血流を耳に入れてあげた方がいいので、こう首からこう上の方にこうなるべくこうマッサージをしてあげてですね、そうですね、首から心臓の方に血流を戻してあげるように、こういうふうにこうギュッと、ここは力強くギュッとしてあげると。高橋院長は気象病の予防には普段からの適度な運動が重要だと指摘します。自律神経のバランスが崩れると気象病になりやすいので、普段から日光を浴びて適度な運動をしたりすることは大事です。宮城を含む東北南部の梅雨入り、平年は来月12日ごろ。これから気圧が大きく下がりやすい時期に入るため、体調の管理に注意してください。